しました。よろしくお願いします。はい、お願いします。人事部の石川ひなみと申します。よろしくお願いいたします。お願いします。前職は広告代理店でマネジメント業務、中途採用でソフトオンデマンドの人事部に採用された石川ひなみ。そんな彼女はどんな人生を歩んできたのでしょうか。もともと広告代理店に勤めてたんですけど、その時に SOD の中途の募集があるのを見て、もともと興味があって、このタイミングで転職しちゃおうと思って。じゃあ転職してどんぐらいになるんですか。1年ちょっとぐらいですね。どうですか。楽しいです。毎日刺激的な日々を送っておりますどういうところに興味があったんですか、この会社。エロみたいなこの人間の根幹みたいなところにアタックしてるのが面白そうだなと思って。あ、はい、アタックしてますね、確かに。はいデビューもされたんですよね。あ、いや、全然なんか私はいいですよっていうのはもちろん言ってなくて、勝手に隠し撮りされちゃってるので OK は出してないです。ディレクターさんがやってきて、こういろいろ撮らせてくださいって頼まれたんですけど、私はちょっとずっとお断りしてて、でもなんか勝手にことあるごとに取られちゃうっていう感じです。いいんですかそれ。いや、ダメですよ。ダメなんです。この手この手でやってきて防ぎきれないっていう。そういう一面もあるんですちょっと押され弱くて何食べてる？好きな食べ物は焼き鳥と餃子で、焼き鳥屋さんに友達と行ったり、餃子のお店によく行きます。お酒好きそうですねお酒、いや確かにそんな強くないんですけど、お酒に合う食べ物大好きです。やっぱ1杯目はビールですか。1杯目ビール、2杯目レモンサワー、以降はレモンサワーかハイボール。それがいつものコースですか。そうですね、もうお決まりです。酔っ払ったらこうやっぱ明るくなります。明るくなって、でもちょっと眠くなったりもします。飲みすぎるか。飲みすぎることもあったでしょ、今まで。大学生の時とかですよ。なんか飲みすぎた時の失敗談みたいなのもありますよね。ありますよね。失敗談、そうですね。すごい電車で寝ちゃって気づいたら知らない駅とか、知らない人の家で寝てたりとか。一緒に一緒にだったり一緒じゃなかったり一緒じゃないですよ一緒じゃないです。みんなお酒の失敗はやっぱ朝起きたらそういうことになってですねそうかも勉強と運動どっちも好きでした。好きな科目とか。算数。算数。いまだに100マス計算得意です。何ですか100マス計算。知らないですか。はい、これ10個数字が書いてあって、ここにプラスって書いてあったら、わーって足していくんです。数字で100回足し算するのを何分でできるかっていう。やったことないですか。そうなんです。びっくり。100マス計算、足し算と引き算と掛け算とかもあるんですよ。じゃあ暗算ってことですよね。そうです。意外ですね。計算がじゃあ得意なんですね。133足す25。130、158。あ、そうですね。やった。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。